はい、どうもじゃあ、カリモでございます。ということで、本日の食材がこちら。よっ、ボンマグロということでね。それではこちらを、さばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。ボンマグロ。ということでね、無性にマグロが食べたくなって、今朝市場で買ってまいりました。養殖の本マグロ。これブロックの部位か、これ腹中かな？マグロでも最高級の部位です。で、今日はこちらのマグロを使って、お寿司を作っていきたいと思います。で、これなんでこの腹中を買ったかと言いますと、大トロ、中トロ、赤身、この3種類が取れるんですよ。まずここから上。ここが赤身ですね。で、ここら辺から、ここお腹にかけて、ここが、大トロですね。で、この赤身と、この大トロの交わってるところ、ここが中トロですね。この3種類の部位が取れるんです。たくあんがあったんで、トロタクでも作ろうかな。そしたら、まずはこちらのマグロ、3つに分けていきます。毛を洗います。はい、そうしましたら、この血合いを取り除いていきます。こう血合いを取るときは血合いを下に下げながら包丁を当てる感じで取っていくと血合いから勝手に離れてってくれる感じ。こういう風に落としていきます。できるだけ赤身は取らないように血合いだけを削いでいきます。はい、こんな感じですね。この赤身もフライとかにするととっても美味しいので残しておきます。そうしましたら次ここに膜がついてますんでここの膜も取っていきます。これはね、柵取りした時に口の中に残りますんで、これ取っていきまーす。はい、こんな感じですね。そうしたら、いよいよ柵取りしていきます。まずはこの赤身のところを落としていきます。ここら辺から落としていきます。はい、これが赤身ですね。そしたら赤身、こういう風に三角になってます。で、こういう風に置いて、柵取りしていきます。まずここで1本。1つ。で、もう1回取ります。2つで反転させてでこの三角になってます。で真っ二つにします。で3、4ですね。これで赤身の柵4本取れました。そうしましたら次は中トロの柵取っていきます。中トロはだいたいここら辺までが中トロです。なのでこっち側から取っていきます。入れたらこう見たことある感じの中トロの柵になりました。で、すごく脂っこいので一回一回拭いてください。できるだけ一立ちでいって、はい、2つ目。3つ目。4つ目。あと2つぐらいかな。5つ目。はい、最後の柵はちょっとかなりね、脂っこい中トロですね。じゃあ次に大トロ取っていきます。はい、ここ大トロですね。もう一発。で、ここ大トロ中の大トロ、腹上の方のこの先端のことを砂釣りって言うんですけど、そこはもうとにかく脂がすごいです。で、まあここら辺はね、このまま落としちゃいます。あんまり細くしすぎちゃうとお刺身にした時にちっちゃくなっちゃうんでね。で、この皮についた身ですね、これを包丁でこそげ取ります。これは後でたくあんと混ぜてトロタクにします。はい、これで一応柵取りが完成しました。これが皮、ここはもう食べれませんね。で、これが大トロの薄皮で、これが血合い、赤身、中トロ、大トロ、超大トロで、切り出しですね。こういう風に部位分けができました。僕が今日食べるところはこの赤身と中トロ、超大トロで中落ち、このぐらいで OK なんで、あとはいろんな方に配りたいと思います。そうしましたらお寿司用に切りつけていきます。まずは赤身、カドッチョのこれ捨て柵を外します。1貫、2貫、3貫、4貫、5貫でいきます。赤身。じゃ次に中トロいきます。1、2、3、4、5と中トロ。次に大トロですね。大トロどうやって切ろうな。1貫、
2貫3貫4貫5貫ですね。赤身、中トロ、大トロ切れました。で次にトロタク用を作っていきます。先ほど出た半端ものを叩きます。これが本当のネギトロです。植物油も何にも入ってない本物の正真正銘のネギトロ。はい、これでネギトロの完成。そしたら一度これを冷蔵庫で冷やしておきます。エタネ用意ができましたんで酢飯を作っていきます。炊きたての白米、次はこちら赤酢で握っていきます。赤酢にきび砂糖を少し入れます。そしたらお酢を入れて、ご飯一粒一粒に酢を絡めるイメージでかき混ぜていきます。はい、酢飯の完成。そしたらお水に余ったお酢を入れて手につける水を作りました。はい、そうしましたら握っていきます。まず手にお水をつけて余計な水分を落とします。そしたらネタを持って、でシャリを持ちます。である程度ここで玉にします。で、人差し指でわさびをつけます。で、ネタにちょんと。そしたらシャリを置きます。で、こっちの親指と人差し指で形を整えて、こっちの親指でちょこっと穴ぼこを開けて空気を入れます。そしたら反転させます。こういう感じ。で、この親指と人差し指でシャリをつまむ。で、こっちの親指で上にシャリが飛び出ないように押さえます。で、ここで一回締める。反転させて同じことします。最後に手でクッとやって形を整えれば完成。どんどん握っていきます。次、中トロ握っていきます。わさびをちょっとつけて、で玉にしたシャリを置きます。空気を入れます。反転させます。親指と人差し指で成形、締める、反転、成形、締める、締める、こんな感じ。次、大トロを握っていきます。大トロはちょっとわさび多めでいきます。はい、このように赤身、中トロ、大トロ握れました。そしたらトロタク作っていきます。たくあんを刻んでいきます。で、巻き巣に海苔を置きまして、で、ここのラインにシャリを薄く乗せていきます。本当に薄く薄くでいいです。均等に敷くことがポイント。そしたらここにこちらのネギトロ、これを乗せていきます。うわ、贅沢だなこれ。で、そこにたくあんも乗せます。そしたらこれを巻いていきます。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。さあ、じゃあまずは大トロからいただきます。この醤油にちょっとつけていただきます。うわ、うめえわ。自分で作ったと思えんぐらい美味しい。ただもうちょっとシャリに酢があってもよかったかなって感じですね。次、中トロいただきます。
僕やっぱ中トロが好きだわ。ちょっと大トロはやっぱ一貫でいいなってなっちゃうんですけど、中トロはねガンガン食べたいって感じなんですよね。鹿児島産の養殖マグロですけど、すげえ美味しい。天然が絶対美味しいっていう時代はもうとっくの昔に終わってますんでね。下手な時期外れの天然物を食べるんだったら養殖の方が安価で安定して美味しいですから。次赤身いただきます。うまー。赤身はマグロの旨味がダイレクトに来て美味しいね。次はこちらトロタクをいただきます。いただきます。うんま。たくあんとネギトロを合わせようと思った人すごいと思う。ネギトロの脂っこい感じをたくあんのシャキシャキ感とさっぱり感でうまくカバーしてる。はい、というわけで今日こちらのマグロのお寿司ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ゲロのやつ。はい、こちら7対3ですね。いただきます。ガーリック食うの忘れてた。うまっ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はマグロを、おい、えい、お疲れ、お疲れ、なんかうまいもんくれるって言うんでね。あんたも本当にあれだね。ああ、そうそう、あの人みたい。何、サザエさんのさ、そうですの、のりすけおじさんみたい。そうなの、のりすけおじさんみたいじゃないですか。そんなことねって。そう、今日ね、僕マグロをそうだろう、それをもらいに来たんだろう。ツイッター見たな、さては。あ、見た。あります、あるだろう。こういうふうにやってやります。もう、ええじゃん。ええだろ。もう、すげえじゃん。みんな俺の、みんな持っててください。マジか。めっちゃ嬉しそうじゃん。もう、ええよ、食いてえじゃん、これ。めっちゃ嬉しいじゃん。ね、赤身、中トロ、大トロが入ってるわ。もう、最高だね。最高、最高。嫁さんと食べて。ありがとうございます。よし、今日はこれで満足で帰るわ。ということでね、今日お仕事ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。今日はカットできるんだろ。今日はカットしないで。あ、しないんだ。ありがとうございます。